ロバートバードグリーンバンク望遠鏡ロバートバードグリーンバンク望遠鏡は米国のグリーンバンク天文台が所有する世界最大の稼働式の電波望遠鏡である望遠鏡はウェストバージニア州グリーンバンクにある上院議員のロバートバードを記念して命名された望遠鏡は北緯38度25分58.23秒 成形79度50分21.99秒、北緯38.4328417度成形79.8394417度、38.4328417-79.8394417 38. に位置している。この場所は、国指定のナショナルレディオクワイエットゾーンの中心にあり、望遠鏡への電波障害を防ぐために、 望遠鏡の半径16キロの地域では、携帯電話も含めた電波の発信のほか、テレビのリモコンや電子レンジなどの家電製品の使用が禁止、または制限されている。グリーンバンク電波望遠鏡はオフセット型のパラボラアンテナよりなり、その開口面は縦100メートル、横110メートルに及ぶ。放物面は実際には2004枚のパネルによってなり、 それぞれのパネルがアクチュエータによって正確な放物面を保つために微調整されている。パネルの材質はアルミニウムで表面誤差は0.003インチ RMS 以下である。この望遠鏡の反射面は普通の軸対称の放物面よりなるパラボラとは異なり軸対称の放物面の一部を切り取った形をしている。これにより放物面の焦点にある 受信装置とそれを支える構造物がパラボラ面の視界を遮らないため、これらによる電波の散乱を防ぐことができる。望遠鏡の運用はアメリカ国立電波店問題が行っていたが、2016年10月1日よりアメリカ国立電波店問題から分離、独立したグリーンバンク店問題が運用を行っている。1962年、 現在のグリーンバンク望遠鏡が設置されている敷地内に300フィート望遠鏡が建設された。しかし1988年11月、アンテナ支持機構の一部が突然抜け落ちたことにより300フィート望遠鏡は崩壊した。この事故で失われた大口径電波望遠鏡を再度手に入れるために建造されたのが現在のロバートバードグリーンバンク望遠鏡である。 ありがとうございます。